らが広島と東京2拠点で活動している中で、まあ、東京でいろんな人に会う機会があって、すごくこうインスパイアされることが多いんですね。その時になんかそのインスパイアされたこう経験を僕だけのものにしておくっていうよりは、まあ、できれば事務所のスタッフにも同じようにその経験をしてほしいので合わせようというふうに考えてますね。それと同時にせっかくなら町の人にもその人のに会ってもらえるような場が作れれば、もっとこう町をインスパイアして広島の町をもっとこう魅力的だったりなんか楽しかったりそういう場所にできるきっかけが作れるんじゃないかなと思って始めました。解体したままの廃墟のような場所ですけど、でも例えばそこに、まあ、座ることができる発泡スチロールの塊を置けばそれは椅子になりますし、まあ、トークをする人が来れば、まあ、ある種その会議場のような場所になりますし、歌を歌えばライブハウス、料理を食べればレストラン、髪を切れば美容院というふうに、僕らは空間を作る仕事なんですけど、作らなくても実はその空間を実現することができるってことをやはりこう理解して、本当に作る時に何が本当に必要なのかという本質を見れる、まあ、設計事務所になりたいという意味も含めて、まあ、あえて行為が空間に名前を付けるってことをコンセプトに、まあ、始めたのもあります。お待たせしました。今日は、100回目のシンクということで、橘ケンさんにお越しいただきました。ケンチさんとは以前にこのシンクに、登壇してもらった幅吉孝さんという本を選ぶことを仕事にしている、まあ、選書家の、友人がいまして、その彼を紹介し、返してケンチさんご紹介いただいて、はい、初めて会った日にみんなで飲みに来ましたね。そうですね、はい、あ、すみません、改めまして橘ケンチです。さんが今の職業になろうって決めたのはいつぐらいですか？ダンサーってことですか？ダンサーなろうって決めたのはでもね、大学生の時です。お、高校3年でダンスをちょっとかじり始めて、はい、で大学入ってから本格的に始めて、で大学中にもめっきりハマりまして、はい、ぶっちゃけもう大学もあまり行ってなかったんですけど、はい、台湾クラブに行って朝まで踊り明かして、いやクラブ活動クラブ活動メインになって踊ってて、でまあ大体大学3年ぐらいになるとみんなこう同じ同級生が学校にスーツを着てくるんですよ。大学の就職の面接があるって言って、でそれで「お前着ないの？」って言われて、「いや俺は面接はしないから」ってだんだんその時の僕の印象としてはちょっと寂しいんですよ。その一緒に踊ったメンバーがこのままずっと一緒にずっと踊ってられると思ったメンバーがスーツを着出して面接に行き出すっていうのはちょっと置いてかれた感というか、わかります。あ、そっちやっぱ行っちゃうんだみたいな。でだんだんいろんな人がこうやめ就職していって、気づいたら自分だけだったって感じですね。僕も高校時代に男同士で遊んでて楽しいよねって言ってて、彼女なんかいらないよねって言ってたのに周りがどんどん悪者を作っておいおいみたいな、なんか話が違うぞっていう寂しい思いをしたこと全く、はい、いや、ダンスと一緒に心中するよなって言ってたのに、みんなあっさり。でもケンチさんはそれでも一人でもそれを続けて、ね、なんかね、ダンス好きだったんで、何かしらどうにかなんじゃないかなと思って、でちょうど大学時代は大学生の友達と踊ってたんで、まあ、そういったらもう裏切ってどっか行っちゃったら寂しいなと思いながら、でその時僕大学が川崎にあったんですけど、大学を卒業するぐらい、ちょっと前ぐらいですかね、たまたま地元の神奈川の横須賀に踊るタイミングがあって、その時に地元で唯一ダンスをやってる知り合いがいて、でその人から今度横浜で招待があるんだけど一緒にやんないって言われて、ああやるやるって言って、一緒にその、まあ、つんちゃんってやつがいたんですけど、そいつが幹事になって集めたメンバーの中に今も一緒にやってるエグザイルの哲也がいたんですよ。ああ、はいはい、まあ、それが20歳とか21ぐらいだったんで、まあ、それからの付き合いですね。その頃はもう増えてましたか？普通食えてないです、食えてないです。もうだからバイトしながらですよ。あ、ダンスでもらえるお金なんて何だろうか、10
自分の収入の100分の1ぐらいですね何千円かもらえればいいので、ギャラなんてもらえないし、はい、なんでバイトしながら田舎屋で夕方から朝まで通してバイトして、うん、朝ちょっとこの辺で練習して帰るみたいなことをずっとやってて、でもその横須賀で出会ったメンバーはそのみんな就職する気なかったんで、うん、そのメンバーはみんなで一緒にダンスしていこうねって言って、はいはい、一致団結できる仲間だったんで、はい、まあ、やっとこういう仲間に巡り合えたっていうのはありましたけどね。それをやっててどこから何か流れが変わり始めるんですか？流れが変わったのは、ちょうどそのグループをずっとやってて、で横須賀で生まれたグループだったんで、まずは横須賀のクラブで踊って人気出たら横浜のクラブ行って、そこでも人気出たら次東京行こうみたいな、そういうステップを目標を描いてて、はい、でなんとか横浜までは行ったんですよ、はい、先輩のつけとかもたどり着いて、出してくださいって言いながらお願いして出れるようになって、はい、その時にそのやってたグループの中に一人静岡出身のやつがいて、そいつの地元のそれが今一緒にやってるアキラなんですで、そのアキラはアキラで結構一人でも何だろうな、一人でいろんなところに行って、もうその頃からすごいハングリーなやつだったんで、たまたまその地元のそれが横須賀で出会った仲間とダンスグループをやってるって情報を聞きつけて、で静岡からわざわざ横浜までその詳細も見に来て、で僕らがこう本当でもねこういう空間なんですよ、クラブって、うんうん、こういう場所でこうステージというか広場があって、みんなさんこういう風に見てて音が流れて僕らが踊るみたいな、で僕らがやってる時にその一番真ん中ら辺にこうやってこう腕組んでこうやって見てるやつがいるわけですよ。なんだあいつみたいな、めっちゃ背でかいし、なんかドレッドだし、アメリカのアーミーみたいな、一人ちょっとこうなんかオーラが違うんですよね。でショータイムが終わってで、まあ、そのメンバーから改めて紹介されて、これあの地元の連れのアキラって言いますって、で、あ、どうも噂には聞いてますって、そしたらそのアキラがその僕らのグループにすごい興味を持ってくれて、あ、僕もちょっと一緒にやりたいですって言ってくれて、もう僕らその時なんかでしっかりしてなかったんで、はい、あ、いいよいいよってバーンってなったんですけど、僕らいつも練習を横須賀でやったんですけど、アキラはそれから横須賀まで来るようになって、で普通に練習に混ざって一緒にショータイムを作るようになって、はい、で気づいたら一緒にやってるっていう、すごいこうフェードインがうまいみたいな。でもそれをやってて、はい、どうなっていくんですか？でそれでアキラが加入してメンバーが5人か6人6人かになって、はい、で東京でもちょこちょこやれるようになってたんです、はいはい、でその時にアキラはアキラでこうずっと一人でいろんなクラブに行って踊ったりしてやってたんで、僕らとはまた違ったあのルートからその東京のダンスシーンに入ったんですけど、アキラがそのある日渋谷にあったクラブですごいこう踊ってる時に、そこにたまたま今のエグザイルの僕らの先輩である巻大さんと宇佐さんがいて、アキラがめちゃくちゃ踊ってるのを見て、最初外人が踊ってると思って、黒人がめっちゃ踊ってるわみたいな絵に浮かびますね。そう、それかっこよかったんですけど、はい、だからちょっとスカウトしようって言って、マキさんとさんがアキラに声をかけて、で最初なんか英語で日本語喋れますかって言ったらアキラ喋れますみたいな会話があったんですけど、はい、でそこでその、 あの3人がつながって、僕とアキラが知り合う前にアキラもマキさんとさんと知り合ったんですね、うん、でアキラが逆に僕らのことを横須賀のそのグループのメンバーを EXILE メンバーに引き合わせてくれて、はいはい、で2004年に EXILE が初めてあのミュージカルをやったんですよ、うん、でそれもその当時あの原宿でビッグトップっていうあのシルク・ド・ソレイユがよく来てて、うん、でそこの同じ小屋であのシルク・ド・ソレイユが終わった後に EXILE がミュージカルをやって、うん、その時に僕らはバックアップダンサーで呼んでもらって、うん、でそこで初めて EXILE と仕事させてもらって、はい、そこでもう完全にやられましたね。あ、こういうグループに俺もなりたいと思って、はいはい、そこで関係がちょっとずつできていくっていう、はい、いいです。で入りからでも、はい、じゃあ入るってなるのはどうなって入るんですか？入るってなるのはそれがもうちょっと先なんですけど、はい、ちょうどミュージカルが2004年で、でその後にあのメンバーの松さんが
あのアパレルのブランドを始めることになって、はい、で中目黒に今は24カラーズっていうお店になってるんですけど、うん、そこがちょっと違う名前でマキさんがディレクションされているお店ができて、その、 あの洋服屋の店員で最初誘われて、はい、店員やんないって言われてその当時はダンスやりながら、はい、洋服を売ってたんですね。で、まあ、いろいろエグザイルを応援してくれる方とかも来てくれて、はい、そういう方にこう覚えていただきながら、はい、自分はダンスをやって、はい、でなんかいつかチャンスないかなとずっと伺いながらやったんですけど、その時にあの JSOUL BROTHERS っていうグループを昔あったんですよ、はい、昔っていうかあの元々ヒロさんがあのボビー・ブラウンっていうじゃないですか、うん、アメリカのボビー・ブラウンとか大好き で、はい、でボビー・ブラウンが日本に来た時にあのその当時 ZOO っていうグループがあって、はい、ZOO の、 そのメジャーのテレビに出てるメンバーの周りにもダンサーがたくさんいたんですよ、うん、実は、はい、アンダーグラウンド担当みたいな、はい、でそのZOOファミリーって言われたんですけど、その方々があのボビー・ブラウンとこう日本の武道館だったかな、コンサートがあった時に、はい、オープニングアクトをやったんですよ、うん、でそれがすごいボビー・ブラウンが喜んで、うん、お前たちは日本のソウルブラザーズだって言ったらしくて、はい、それがジャパニーズソウルブラザーズ でそれをヒロさんはすごい、まあ、憧れの人だったんで嬉しかったらしくて、うん、俺たちはジャパニーズソウルブラザーズだってなって、そういう名前のダンスグループを作ったんですよ、はい、アンダーグラウンド、はい、でヒロさんはメジャーシーンではズームやってて、でそれ以外ではアンダーグラウンドでジャパニーズソウルブラザーズってグループをやってて、はい、でもその後、まあ、ZOO が解散してしまって、うん、ずっとそのダンスグループで活動したんですけど、あとまた EXILE が生まれて、はい、でもそのジャパニーズソウルブラザーズっていうグループにすごい思い入れがあったんで、もう一回こう別のメンバーで復活させようって企画になって、はい、でその今の世代で若いダンサーといいボーカリストを見つけて新しい名前を継承して生み出そうっていう企画があって、で僕はそこにユニオンに入れたんですね、それがまあ今3代目って世間で出てますけど、はい、1つ前の2代目 JSOUL BROTHERS って呼ばれるグループが、はい、それで2007年8年ぐらいにできて、でそれで日本全国をバス1台でメンバーに乗って、武者修行と言われるものに行って、で2年ぐらいですかね、インディーズで活動して、でアルバムを、インディーズの活動が終わる時にアルバムをメジャーデビューアルバムとしてリリースさせてもらって、でメジャーデビューアルバムをリリースした4日後に EXILE に加入しましたそうなんですね、そうなんですね、これがちょっとまたいろいろあの、はい、醸したのかな。その時周りの人たちはきっと寂しい思いをしてるんです。そういうこれすごいいただきましたね。やっぱりあの2代目 JSOUL BROTHERS をずっとこうインディーズ時代から応援してくれた方々、やっぱ EXILE にこう吸収されたと思っちゃう方もいらっしゃったみたいで、でもその当時 EXILE の元々メンバーの方々が考えたのは、まあ、EXILE というグループをこう永遠にこう残していきたいっていう夢があって、なので新しいメンバーを持って EXILE というグループのフレッシュにこう保ち続けていくっていう、はい、あのアイデアを考えて、でそれで僕らがある程度あの2代目として活動していて、ある程度までこう形が整ってきたんで、この時代だったらこのメンバーを EXILE にこそっと加入して、EXILE が14人になったら、はい、世間もびっくりするし、より大きな規模のでかい団体ができるんじゃないかっていうふうになって僕らはそれを選んだので、はい、でもそれを僕らは事前にも説明も受けていて、はい、それは素晴らしいと思っていたので、心の整理はついたんですけど、でも周りの皆さんからしたらすごい多分衝撃的なニュースだったと思うので、地域そういうのにちょっと物議は醸したんですけど、はい、でもその後にあの14人で初めてあの全国に僕らから顔見せに行こうっていうテーマでアリーナツアーを回らせていただいて、その時は結構40〜50本ぐらいやったんですね、はいはい、日本各地隅々までやらせてもらって、でそれで結構新しい EXILE の形をちょっとずつ認めてもらえるようになったっていう感じですかね、なんかそういうのをやりつつこう僕すごい勝手なイメージってやっぱりダンスとかやってる人と本っていうのが最初全然結びつかなくて、なんかエグザイルで本ってどういうことだって最初思ったんですけど、そういう意味ではなんか
よくよく見ていくと個性がちゃんとこう立ってて、そういうのはどうぞご自由にって感じなんですか？あ、グループ的に。グループ的にどうぞご自由にですね。なこともちろんやればっていうグループだし会社だし、はい、やるんだったら自分で責任持って最後までやれよっていう会社ですね。なんか講習とかもずいろいろやられてるじゃないですか、はい、ああいうのもこうだんだん自分の活動となんか違う、例えば仕事とは違う部分じゃないですか。そうですね。そういうことがなんか結びつくなってどっかで思うようになったんですか？なんかそのエグザイルをずっとグループ活動してて、エグザイルに入った時に実はまだ僕中身ペラペラだったんで、要はインディーズからデビューして4日後にトップグループに入ったんで、メジャーデビューしてから積み上げるこの間がこうすっぽり抜けちゃってるんですよね。あ、なのでそれはきっと、まあ、当時の加入した当時の自分は必死でこう先輩方の背中を追いかけながらがむしゃらにやって頑張ってたんですけど、でも多分相当背伸びしてやったんですよ。あ、なのでちょうど加入して 4,5 年ぐらいですかね、多分、はい、なんかあれ俺何なんだろうなって結構悩む時が多くなって、その時にまあ新しい3代目でグループもできてたり、それぞれ個人個人がいろんな方向にだんだんこう向き始めてる時で、これどうしようかなみたいな、同じグループでいたメンバーたちが、みんなそれぞれ方向性持ってると不安になるじゃないですか、自分何ができるんだろう、そういう時にすごい悩んだ時期があって、でその時期にねひたすらなんか本を読んでたんですよ。でいろんな、まあ、自己啓発本とかもありますし、ビジネス書もあるし、なんかいろんな人の言葉からこう元気をもらってなんか乗り越えてきた自分がいて、はい、でそれもあったんでいつかなんか本の企画を自分でやってみたいなと思って、で当時はそのエグザイルにちゃんとなりたいと思ってたメンバーだったんですよ。あ、早くちゃんと真のエグザイルになりたいと思ってた早く先輩たちみたいななりたいと思ってたんで、なんかこうエグザイルっぽくないことなんか自分でこう排除したんですよ。エグザイルと本ってあんま結びつかないじゃないですか。エグザイルっぽくないな。確かにこういろんなことやりやがってっていう見方もできますもんね。そうなんで、まあ、まだ入ったばっかだし、はい、そんな別のことやってる暇ないでしょって思われるのも嫌だし、本読んでましたけどそんなにあの公にすることはなかったんですけど、はい、なんか30半ばぐらいになってから逆にエグザイルと本の意外性って面白いなと思えるようになってきて、でそういうイメージで多分世間にないじゃないですか、はい、全くなかったですね、大きなブックになるなと思いましたし、はい、逆にその本が好きっていうのを言うようになったら本好きの人とどんどん知り合えるようになって、作家さんとか、そうするとやっぱどんどん自分の好きなことをどんどん突き詰めていけるようになって、あ、これはでも逆にエグザイルにまた還元できることがあるなと思うようになったので、それで自分の好きなことを追求するのが全く怖くなくなりました。で、立花書店っていうのはなんとなく企画的に自分の中にあったんですか？それで、そうですね、あの本に関する企画を自分で始めたいなと思って、で、自分で本屋作ってるので自分が毎日書店に立てるわけじゃないし、なんか本もこう売れなくなってきてるって言われてるしなとか思って、何が面白いかなって考えてる時に、まあ、いつもライブとかでいろんな日本全国回らせてもらうんですけど、やっぱり日本全国隅々までは行けないじゃないですか、離島は行けないし、でもそういう方々ともなんか、ライブじゃなくても本を通してでもなんかコミュニケーション取れる場所が作れたらいいなと思って、だったらやっぱりオンライン上で何かそういう場所を作るべきだと思って、自分の名前付けて書店っていう一個のプラットフォームみたいな、はい、コミュニティエリアを作って、でそこに自分がおすすめした本を投稿する、でもそれは自分だけの一方通行じゃなくて見てる人全員がそこに、自分の好きな本を投稿できるっていうシステムにしようと思って、でそれが何で思ったかっていうと、本好きだから思うのかもしれないですけど、なんか例えば友達が俺こういう本好きなんだよねって本が、例えばその人がスポーツマンの人だとして、その人が勧めてくれた本がなんかすごい手芸の本とかだったらすごい意外じゃないですか。なんかね、前に言ったんですよ、 NFL の、 あのすごい有名な選手が実は手芸が大好きで、その手芸のなんか才能が目覚めたみたいなのがあって、あ、はい、
それで結構見方変わるじゃないですか、はい、そういうその人の好きな本ってその人の性格とか個性趣味っていうのを全部表すもんなんだなと思って、うんうん、なので一人一冊自分のおすすめの本をそういうネット上の本の広場みたいなものに投げてもらうと、うん、いろんな個性が散りばめられるなと思って、うん、でそこに対してそれぞれが自分の思い入れとか感想とかをその本に対するコメントをつけてもらってそれを読むとなんかそこで1000個も2000個もたくさんの価値観に触れるじゃないですか、うん、それがやっぱり一番なんか自分的に出会いたいと思うタイプなんで、うん、いろんな価値観とか考えにまさにこの1000個もそうですけど、はい、そういう風なあのシステムにしようと思って作りました。それって結構今の時代な感じですよね。そうですね、はい、でも結構早くからそうですね、今2年ぐらいになるかな。今ちょうどなんかオンラインサロン的なものがすごく一番なんかざわざわしてるんですか。そうですね、多いですね。でも本当にあの考え方はそれと同じだと思います。すごい早いなと思って。ありがとうございます、はい、うん、やったでもなんかそれが、まあ、SNS がこれからはどんどん世の中に普及していくんだろうなと思っていたので、はい、やっぱそれは使うべきですし、はい、そうですよね、うん、でもなんか SNS と本ってなんか真逆なイメージじゃないですか。だからこそなんか面白いなと。まあ本の方がなんか残りますもんね、うん、だからそれで別に電子辞書にもハマった時期もあったんですけど、うん、やっぱりこの本のプロダクトの方に戻りましたし、うん、やっぱりこういう実物にある本っていうプロダクトが好きなんだなと思ったので、そういうアナログのものと今の時代のテクノロジーを組み合わせるとなんか立花書店みたいなああいう形になりましたね、うんうんうん。僕とかも性格が非常に良くないので、もうああいうものは何の前置きですか。インスタとかはルアーフィッシングって言ってて、ルアーフィッシング、ワームだと釣れないなとか、次ルアーつけたら釣れるなとか、つまりこの写真をあげるとみんないいねするんだよねみたいな。でもそれによって世の中はどういうものに反応を今するのか、なんかそれ例えば保存をどれぐらいするのかとか、ちゃんと文章を書くと保存するなとか、僕なんかそういうリサーチとして見てるんですよ、マーケティングとして。だからまあ職業が建築だからこそ多分建築上げた方がもちろんいいにはつくのは分かってても、じゃあそうじゃないところで何ができるかとか、まあ一人プレイなんですけど、まあそうやってすごい分かりますね。ケンさんもだからインスタのこう上げ方とか結構工夫してるじゃないですか。そうなんですよ、はい、探しましょうか。あ、ぜひぜひぜひ、ちょうどあのインスタグラムを僕2年前ぐらいから始めたのは、最初はもちろんあのいろんな日々の投稿とかいろいろやってたんですけど、元はでも本当こういう感じですね。もうよくあるようななんかアルバムの宣伝とか自分の好きなものをあげてたんですけど、なんか僕らは今あのいろんなプラットフォームがあって、はい、インスタもあります、ツイッターもある、中国版ウェイボーもある、うん、でも僕らあのうちの会社、うちのグループでいうと EXILE モバイルとか LDH モバイルっていうあの会員制のサイトがあるんですけど、うん、月額300円とかね優しい324円だ、はいはい、それを払っていろんな方に見てくださるんですけど、まあそれを結構ずっと前からやってて10年以上ですね。でそれでいろんな情報を発信してきたんですけど、でも SNS でこういうみんなフリーで見れるものが来てから、そういうものだんだんメンバーもやるようになって、はい、僕もやるようになりましたけど、やっぱりそこで表現方法を変えるべきだなと思ってて、うん、でその会員制の有料のものにはやっぱり一番なんだろうな、スペシャルなものを載せるべきだと思うし、うんうん、他ではあまり見られないものがそこで見れるんだと思いますし、はい、でインスタに関してはなんか世界中の人見れるじゃないですか、うん、でなのでちょっとこれを自分の名刺代わりにしようと思って、はい、で例えば海外でいろんな人に会った時に、俺こういうことしてんだよってパッて見せればすぐ分かるじゃないですか。でちょっとインスタのこの作りをこの This is me ってこの最後のページから書いたんですけど、うんうん、まあ、これちょっとなんかアイコン的なものにして、はい、
あの、ボン周りの僕が好きな言葉です。あるってね。Love the life you live, live the life you love という言葉なんですけど。で、これからまあ、僕、立花健治っていう人間をいかに知ってもらうかっていうのをフォーカスして、はいはい、まあ、まず、自分の幼少期から。老いたちが。こんな感じで僕、コロンと生まれてきましたよ、ね。ことから始まって、まあ、こんな感じ。このアーカイブがちゃんとあるのがすごいですよね。そうですね。まあこれあの、はい、実家から引っ張り出してきたんですけど、ね、その家族こんなことで、まあ、サッカーやってましたとか、うん、応援団やってましたとか、これが初めてドレッドしましたとか、こういうのがまあ10代でしたっていうのがあって、はい、あとまあちょっとまあこの間はちょっと飛ぶんですけど、そこから今の自分のやっているまあキャリア的なことですね。うん、EXILE っていうグループ。まあ、こういうメンバーがいて、なんとなくこういうイメージですよ、EXILE っていう、うん、こういうものを集めてレイアウトして、うん、でまたもう一つ別の EXILE SECOND っていうユニットがありますと、うん、それではちょっとまた EXILE とはなんかちょっと雰囲気も変わってこんな感じになりますみたいな、うん、あと僕なんか役者もやってるんですよね、うん、でこれが舞台のアクティングのステージでのこういうあのパフォーマンスの写真で、あとまあ自分であの月刊 EXILE って雑誌で自分が映画好きなんで、うん、映画の好きなワンシーンを自分がモデルになって再現するみたいなことをずっとやってて、でこれもそうですね、これとかなんかあの自分が好きなショーシャンクの空にっていう、いい映画ですよね、オマージュなんですけど、こういうのやったりとか、はい、これがあのジョニー・デップのテッドマンっていう映画だったりとか、まあ、こういういろんな過去になってきました。でここから急にちょっと日本酒になるんですけど、はい、まあ、日本酒も今いろんなプロジェクトをやらせてもらっているので、これもいろんな、まあ、飲食店の方だったり倉本さんとの関係性があって、まあ、こういう、まあ、酒侍っていうお名前をいただいたんですけど、こういう活動を今してます、はい、そしてここから立花書店映画ですね、こういう本が好きで自分の本も作りました。立花ブックストアの僕ですみたいな、うん、自分のいろんな側面をインスタ上でこう表現していこうと思っていて、うん、まあ、これはまだまだ続いていくんですけど、うん、そうこのレイアウトにし始めた時にコメントを僕全部読ませてもらうんですけど、はい、ケンジさん何があるんですか。写真集発売ですね。うん、すいません、発売しません。まあ、これこのインスタ上でこれは楽しんでいただける一つの企画として、うん、これからもいろんな企画をこう僕の側面をここで表現していく。そのままお世話になってもなっている方にあの日本酒バーについてもらったことがあって、そこで。日本酒っていいなと思って、うん、日本酒が詳しくなったら、うん、まず日本酒を紹介することから日本海外の方とのコミュニケーションが始まるかもしれないと思って、うん、それで日本酒にハマっていったんですよね、うん、でハマっていろんな蔵元さんをこういろんな方の手をたどりながら行くようになって、うん、で行くと蔵元さんがまあ面白いんですよ。こんな考えも違うし、設備も違うし、はい、歴史も違うし、でもみんなうちの酒が一番って言うんですよ。本当それが面白いです、なので、まあ、僕らも、ね、ライブとかを自分たちで手作り関係でみんなでね、アイデア出しで作りますけど、やっぱりそういうものを作るっていう、うん、ことの凄さをやっぱね、うん、感じてしまって、はい、自分の手で0から1にすることができるっていうのはすごいじゃないですか、はい、なのでそこからやっぱり得るものが大きくて、もっといろいろ日本酒について学ぶと自分ももっと成長できるなっていうふうにどんどん思うようになって、うん、でどんどん伸び込んできましたね、うん、去年ディスカバーがもう検知本になってました。ありがたくもね、それなんですよ、ディスカバージャパンっていう雑誌がありまして、で、まあ、日本酒特集とかもやらせていただいて、
でもなんかああやってやっぱ好きだって言ってるとなんかそこにどんどん近づいていくし形になっていくじゃないですか。そういうなんか書店もしかり、そのダンスもしかり、なんかそういうのって途中でやめそうになったりしなかったですか、ダンスとかも。あ、やめそうになったこと、でも、なんかいろいろ考えることありましたけど、はい、本気でやめようとは多分一回も思ってなかったですね。なんか飽きてる時期とかありましたけど、もうしばらく経ってからまたやっぱなんか踊りたくなるなってことで、やめてはないですね。なんかそこがやっぱり大きいのかなっていつも思ってて、なんかよく建築家なんかで話してると、どうやって建築家になるのかって聞かれると、ずっと作ることしかないなと思ってて、作り続けてれば建築家になるもんだなって思う部分があって、だから辞めない人っていうのはやっぱすごい強いなと思って。そうですよね。僕が何で元々というか谷尻さんとこういう関係だったかっていうと、僕もともと谷尻さん好きだったんですよ。尊敬してて、自分が建築好きだったんで、いろんな建築屋敷をパラパラ巡ってる時に、あ、これいいなと思って目と思って、絶対谷尻さんので、何尻誠さんって言うんだろうと。好意顔が惹かれてたでそれですごいずっと気になる存在で、で、そのさっきお話したブックディレクターの幅さんが仲いいって聞いて、幅さんにすいません、この谷尻さん紹介してくださいとお願いして、紹介していただいてからこういう関係になったんですけど、あれ、僕がお酒が弱いとこうなってなかったかもしれない。飲めたからって、ね、はい、やっぱ飲むとすごいこうなんか楽しくなって仲良くなりますよね。その時に最初だったのが、谷尻さんに建築家になるまでの中に一冊を聞いた覚えがあるんですよ。あ、で、それを聞いた時になんか面白いなと思って、はい、なんかこう決して、今ではすごい世界的な方ですけど、決してこう順風満帆なあの道じゃなかったじゃないですか。そうですね。それを聞いた時に、あ、やっぱこういう方でもそういう人生だったな、なんかすごいね、勝手に嬉しさに感じてましたね。なんか結局僕いつも言うのは、世の中落ちこぼれの方が多いと。それはそうかもしれない。なんか優秀な人は輝くじゃないですか、でも冷静に考えると落ちこぼれの方が圧倒的多いんだから、その落ちこぼれな自分がちょっとでもちゃんとできたら自分と重ね合わせてもらいやすいじゃないですか。なんか例えば東大出てなんか顔も良くて勉強もできて仕事もできてったら、なんかすごいけど、なんか自分はそこに投影できないですよね。でもなんか僕らみたいなんだったら、なんか頑張ったらいけるかもなって投影できれば、なんかもっとみんなが良くなるから、アニメも映画も主人公は落ちこぼれだっていうことに気づいたときに、みんなああいう落ちこぼれが頑張ってるのに自分を投影して泣いてんだなと思って、だとしたらなんか落ちこぼれが頑張った方が世のためになると思って、僕も吉田も大学も行かずに、専門学校でふらふら遊んで、だんだん本気でやるようになった口なので、なんかそういう人がなんか世の中も絶対いるから、その間接的にでもこうエールを送れるといいなっていう部分もあって、やっぱり頑張ろうって言って、やってきた部分はやっぱあるんですよね。僕も、まあ、ダンスも始めたのも18とか19なので、そんなに今のなんかダンスブームからすると早くないじゃないですか、まあ、だってこんなにキッズダンサーが多くてるわけで、だから今子供とかに何歳からダンスやってるのって18って言うと、あ、そうなんだ、残念そうな顔されて、だから僕らの時はそんなに なかったからって言えないじゃないですか。でもなんか今もダンスの習い事がちょっとなってるから、そういう時代ですけど、僕もなんかどっかしらで多分ね、そういう劣等感はあるんですよ。ダンス始めるのも遅かったし、で役者始めるのも遅かったし、役者始めたのも多分20後半ですよ、でもね、普通に今あの活躍されている方、子役からやっている方もいるじゃないですか。そうですよね。彼方は僕も落ちこぼれというか、相当出遅れているわけじゃないですか。で、日本車もあったのもね、最近だし、考えると、何かを始めるときって、もう0歳から始めない限り、0歳から始める以外に、すべて出遅れているというイメージがあって、なので、そこに対してなんかあんまりこう、ある日から全く気にしなくなって、何歳からでもいいな、
なんかそう考える中で何でもできるから面白いな。確かにそのコンプレックスのタガが外れるとなんかまあ楽になりますよね、うん、それが自分だしなと思いますし、ここで日本史でやったのはきっと自分なんだろう、うんうん、またこうなんかよりこう輝いてくるじゃないですか、うん、その人の、うん、本当は早いことが正義より自分に合ってるタイミングが正義っていう判断が正しいんでしょうけど、ついその早い方が正義として評価しがちですよね、うん、そうですね、ただまあ早いうちに何かを始めて、それが例えば親から言われて始めたことで、生まれた時からずっとこうやってるから、なんとなくこれがもう自分の やるべきことになってるけど、でもなんか私違うとか、僕違うって思ってることってきっとあるじゃないですか、うん、はい、でもそれって多分、長い目で見たら、多分自分の心が進む方向をやってれば、多分絶対精神衛生上もいいなっていう気がするね。僕は今日までケンチさんにはコンプレックスはない人なのかなと思ってましたけど、めちゃくちゃありますよなんかピアノもパー弾くしなんか誕生日の時みんなでご飯食べてケンチさんも来てくれて、二次会で外人もこう加わったらもう英語もなんか流暢に喋るし、なんか悪いとこどこなんだみたいなって思ってましたけど、僕もだって英語に対してコンプレックスはありますから、ね、あ、そうですか。ネイティブじゃないですし、留学経験があるわけでもないし、でも全然問題なかったですね。でもそれはなんかね、そういうふうに結構なんか時間かかってるんですよ、だから英語だけはずっと中学校から勉強ずっとしてるんですけど、でもまだこのレベルかと思いますよね。なんか上には上がいますし、そうですよね、でもある程度でもこれが自分だと思いはしますよ、ちゃんと食えるようになったなっていうなったのってどれぐらいの時なんですか、ケンさん。エグザイルに入ったらまあなんとなく大丈夫だなってなりました。そうですね、エグザイルに入ってからはまあ大丈夫でしたけど、はい、でも、うん、でも20代後半じゃないですかね、うん、2代目やってる頃はまあなんとかやってたぐらいだったんで、はい、だからまあ言ってしまえば30代からかもしれないですね、うん、どうする。でも30代で、まあ、ある程度エグザイルとしてやって、はい、向こうなんかアホだった自分もいたんで、はい、なんかすごい無駄遣いとかもしましたけど、あ調子に乗った時ってあるんですか。あります、あります。あ、あるんですか。ありますね、なんか普通に肌目に見えて調子に乗ったかどうかは分かんないかもしれないですけど、はいはい、目に見える調子の乗り方、はい、こんなになって、風邪切る系にはなってないけどそこまではなってないですけど、はい、なんか今いる環境が当たり前と思ってしまったことはありますね。イザエルになってツアー回っていろんなテレビ番組出させてもらって、それがなんか永遠にこう続いていくような感じ、まあ、その当時思ってましたからね。でもめっちゃ礼儀正しいじゃないですか、ケンチさん。あ、でもそれはでもね、キヨちゃんとか先輩からの教えですよ。あ、ずっとなんか LINE でやり取りすると最後の方がケンチさんで終わるんですよ、絶対もう負けないぞと思ってこうやるけど絶対ケンチさんがなんか最後こうなんか、終わるというか、そこうざいんですよ、礼儀正しさというか、絶対自分で終わらせると思ってめっちゃ礼儀正しいなみたいなね、言ってしまえば先輩なので、年上の先輩方、ここはやっぱりそれもスタッフさんから教わったこともあります。ああ、そうですか。必ず目上の方は自分で LINE とか終わらせろよとかすごい言われてたことあるので、ああ、そうなんですね。いろんな方からの教え方が今の自分に浸透してそうなってるんだと思います。素晴らしいですよね、そういうの、その LDH のその教育も含めて。でも同じように思ってる人が相手だとよろしくお願いします。よろしくお願いします。意地の張り合いみたいな。そうですよね、謙虚の張り合い、いや俺の方が謙虚だし謙虚じゃないって。もはやそれ傲慢だって言われて、そういうのもなんかたまに当たると面白いです。いや、なんかいつもそう思って、もういや、ケンさんやっぱり礼儀正しいなってよく話してるんですよね。あ、そうなんですか。だからなんかそう、なんとなく派手な世界だからこそ、なんかそこでちゃんとできるとなんかいいですよね。そう、そういうふうに思えるようになったのは良かったなと思いますね、うんうん、まあ芸能人って言われますけど、うん、芸能人ってなんかそういう
イメージあんま良くないなと思ってるのがしすらあったんで、はい、なんかちょっとこう別世界の人みたいな扱い方もするじゃないですか、はいはい、なんか俺この仕事ってなんか自分の役割だなみたいな気もするし、うん、偉いわけでもないし、うん、才能があるわけでもないし、ただたまたまありがたくそういう関係にさせてもらえるだけだから、うん、それをやっぱり自分の力だと思ったらいかんなみたいな、はい、常々思いますね。ヤンキーが老人に親切だとやけに親切な感じが漂うじゃないですか。なんかそういう別に一緒だとは言わないですけど、ある種華やかで、うん、そういうのだとなんか二番手層のイメージもきっとどこかで社会がなんか持ってしまう部分って少なからずあるじゃないですか。そうですね、それを多分ね感じるのもあるので、うん、よりこうなんか丁寧にしとかなきゃ変に思われるだろうなっていうのはありますね、うん、はい、逆にそのこういう世界業界の人が丁寧だと逆にある意味好感を持ってくる可能性もあるじゃないですか。いや、ちゃんと間違いなくありますね、そういう風にした方がいろんないい人にも出会えるだろうし、なんかそうだと思います。僕もなんか少なからずいろんなそういう芸能の方にお目にかかって、はい、やっぱり共通してることってやっぱ謙虚さというか、活躍してる人ってみんな謙虚だなと思って、そうですか。日本だけやっぱ特にそういうのが必要とされるかもしれないですね。あ、そうですか。で海外行くと謙虚さダメだなと思う時もありますよね。あ、もっとこう自分が出ないと適当にやった方がいいかもとか、うんうん、ガンガン行った方がいいかもとか、うん、そういうふうに思う時はちょっと最近ありますね。そうですよね。日本人っていやいやこちらこそ、いやいやこちらこそみたいななんかこう遠慮の美学があるから、うんうん、本当はこうどんどん行った方がちゃんと伝わることってありますもんね、特に海外とかは。でもさっきの日本のこと伝えるって言った時の、はい、やっぱり海外の人たちって自国をすごく愛してるじゃないですか、うん、そうですね、でも僕ら日本のことをそんなに本当にじゃあ愛してて語れるかっていうと、うん、なんかそこがこう弱さってありますよね、うんうん、そうですね、それは僕日本史にハマってから、うん、どんどん日本を好きになったので、うん、日本の魅力にどんどんありがたくも気づかされるようになりましたし、はいはい、東京も大好きですけど、はい、日本の都道府県各地域に行かせてもらう機会も増えたんで、そこになるとやっぱそこの魅力、でも日本酒の酒蔵がなんかその地域の、まあ、僕が日本酒好きだからそう見えるんだと思うんですけど、うん、その地域のなんかその歴史とか食文化、いろんな文化のなんか象徴になってるイメージがあって、日本酒の酒蔵をきっかけに飲食店があったり、はい、農業があったり、うん、あ、なんかそういう周りに人がこうたくさん絡まってるコミュニティができてるので、はい、それを一個一個知っていくと自分の中、なんか頭の中の日本地図がこう塗り替えられてるんですね、うん、なんかそれをもうちょっと続けていくと、はい、日本好きになるので、逆にそれをあの海外で伝えるようになっていくのかなっていう期待をしています。やっぱりもっと世界でやりたいっていう感じはあるんですか？そうですね、はい、世界でやりたい、うん、日本でもやりたいですし、だから、はい、あんまりこういろんなボーダーを関係なくどこでも出演できるようなスタンスがいいなと思って、はい、それがたまに、あ、たまにというかあの形が例えばアーティスト活動であったり、はい、役者であったり、日本史のことであったり、まあ、本のことでもいいですし、うん、自分の中にこういくつかこう使える武器があって、それをこう手を変え品を変え、いろんな各地に行った時に、あ、ここだったらこれがいいかなみたいな、はい、そういう対応していけるようになるのがいいそうですね。で、これがですね、福岡の田中65っていう蔵なんですけど、これ決してあの田中さんという65歳のおじいさんではないです。たまに言われるんですけど、作り手は今35歳ぐらいの若いやつなんですけど、でも65っていうのはあのお米の精米具合と言われるもので、日本酒って作る時にあの玄米を周りをあの磨いてちっちゃくするんですね。でそれを 65% っていうのは35% 削って65% 残ってるってことです。でこれがそのまま、田中さんっていう方が作ってる 65% の精米のお酒ということで、この酒はあの福岡なんです。福岡の糸島っていうところで作ってるんですけど、九州ですごい人気があって、九州の方々から言われると、なんかレギュラー酒みたいな、あのとても人気のあるポピュラーのお酒です。お寿司にあります。ああ、いいですね。
で最後はこれが、鴨泉という、これ広島の先に、西条というところの駅のすぐ横にあるんですけど、西条という町がですね、すごい実は面白くて、駅の真横に酒蔵が8個か9個ぐらいまとまって密集している地域なんですね。なのでそこは多分日本でも一番酒蔵が密集している地域だと思うんですけど、そこが今ちょうど今というか一昨年か去年か西日本の豪雨の被害が、広島とか岡山がありまして、でその、蔵元さん酒蔵さんも被害を受けたところがあるので、そういうところをちょっとでも応援できたということで、経産省の、プロジェクトで橋渡しプロジェクトという橋渡しプロジェクトというものがありまして、それも僕は日本史担当として広島のこの鴨泉蔵元と、あと岡山で丸本酒造というところがあるんですけど、その2つの蔵をちょっと応援できたらなと、そのうちの1つの広島のこのこれは、お酒ですね。はい、あとですせっかくなので会場からと思ってるんですけど、で一番後ろの男性の方、今日お話ありがとうございます。ありがとうございます。自分結構ラップとかするんですけど、伝えたいことを伝わるように伝えるっていうことをすごく大事に、こうラップとかでも人生とかでも大事にしてるんですけど、立花、さんが人生とかでダンス生命とかですごく大事にしてるのって何かなと思って。すごいですね。でも僕もパフォーマーなので伝えるってことはすごい大事にしてるんですけど、なんか意外とこう伝えようと思うと意外と伝わらなかったりするんですよね。なので伝えようとすると逆にこう恩着せがましくなったりすることもあるんですよ。伝えたい伝えたいと思うと、いやそれ必要ないんだけどみたいな、それって結構悲しいじゃないですか。こっちは気持ちがあるんだけど。なので僕も一時期そういう時期はあったんですけど、必死でライブの一番最前列のお客さんにこう超アピールするなんかお客さんは、いや、あなたはそんなに好きじゃない俺じゃなかった切ないじゃないですか。でも、なんかその伝えたいこととかって結構その伝わりやすいことって、多分ね、自分が一番好きなことをしている時とか一番楽しい時とかっていうのが多分自分の周りなんかそういう波及していく効果があると思ってて、なのでラップにしろ、僕だったらダンスにしろ、演技にしろ、なんかその瞬間瞬間を自分が一番楽しんで、それが今自分が一番そこの場にいることを幸せと思うような状態に自分が常に入れると、だんだんそれは周りの人がこう目を止めてくれるようになる気がするんですよね。ありますすごい今エアーも入ってる なので、なんかすごい誠実に自分の好きなこととかやりたいことを一生懸命貫いてると、なんか誰かにこう届くような気がするので、なんかそれをもちろんベースにして、たくさんの人に伝えるときはもちろんマイク使ったり映像を通したりする作業は必要なんですけど、でも根底にやっぱそういう気持ちとか思いがないとか伝わるものが伝わらなくなると思うので、自分が今ここにいて、自分が今目の前にいること、自分がすべきことが何なのかっていうのをすごい明確に意識して、僕は大切にするようにしてますね。はい、なんか舞台では背離れっていうふうになんか言っていて、会場でこうみんなすがって見てるんだけど、こうなった時に、見たい聞きたいという能動性がこう現れているから、背離れした時に伝えたいことを伝えるっていうふうにおっしゃってた方がいて、はい、だから背離れするかどうかを見ながら舞台をやるんだって前におっしゃってました。へ、だからそれ以来なんか背離れさせる方法について僕とか考えて どうすれば背離れするんだろうみたいな、なんかやっぱ僕らプレゼンテーションするときにやっぱ伝えたいって思うけど、でもそれだと、ね、なんかやっぱ押し付けがましくなるし、それよりは聞きたいって思ってもらって、カラカラに乾いたスポンジになっといてもらって水あげる方がいいじゃないですか。だからそれってどうやったらできるんだろうみたいな。あ、そうか、会議中にこう会議室の椅子のこの手離れをするってことか。そうですね、そうです前のめりにならせるように。あ、なるほど、はい、
でなんかすっごいもう風邪ひいて喉がもう痛くて声出なくなった時に講演会が入ってて、ってやるともうみんなすっごい素晴らしい。ああ全然いいこと言ってないのにみんな一生懸命に言うから今度から小声でやろうかな。スキルの一つですね。だからやっぱりなんか落語家が声の大きさを変えながらやっぱりああいう風にこうやるのってなんかやっぱりそこになんか本質があるんだなっていうことがなんか分かるようになったり、うん、なんか伝えるためになんか実は伝えることを拒むことで伝わるってことがそこにあるんだなとかやっぱりなんか面白いですよね、うん気づきがあるというか、うん、今度舞台やるって参考になりました、ね、はい、背離れを背離れさせてここにいらっしゃる方にもしも来ていただける方がいたら必ず背離れしてあらかじめ背離れしたら伝わりやすくなるかもしれない。石川さんどうですか。石川さんいややっぱりお二人に聞きたいんですけど、はい、一番嬉しかった時期とどう乗り越えたかっていう、あ、うん、一番苦しかった時期は、まあ、一番最近というか近い時期で言うと多分30代半ばぐらいですね。で、まあ、さっきもちらっと話しましたけどそのグループの中にいて自分のそのアイデンティティが分かんなくなった時期すごいなんか苦しかったですね。どうしようかなみたいな。でもその時期はまあ確かにさっきお話したような本とかなんかなんだかんだで気づいたらやっぱこうダンスを踊ってたんですよね。だからエグザイルに入って役者やったりなんかいろんなことやったりっていう多分そのエグザイルの良さを多分あんま分かってなかったと思うので、いやエグザイルでダンス踊るだけでいいじゃん、なんで役者のやる必要があるんだろうみたいな、ないものねだりで、あ、じゃあこの辺もやりたい、これもやりたいってなそっちがうまくいかないからなんか勝手に不安になってる感じがあったんで、なんかもともと自分がいる環境とかもともとやってたダンスとかそういうの改めてもっと好きになったのでそれを突き詰めようと思ってその時期はいろいろやってました。それが多分新年やってたら自然といつ気づいたらふっと抜けてた感じがあったので、こんな感じですかね。石川さんにこんなこと言います。ここは走りじゃない。僕はドラゴンクエストを買った翌日に不良の先輩に貸さなければならなかった。一番辛かったです。厳しい。はい。そうですよ。はい。はい。まあ、実際はまあ、考え方自体をなんか変えることにしていて、なんか辛いことってやっぱたくさん起きるじゃないですか。その時にこの問題が自分に降りかかるってことはこの問題に関われる自分になっている、つまり自分に無関係な問題を降りかからないのでなんか地球を救ってくださいっていう問題も来ないしだとしたらこの問題は解決できるべき問題が今自分の前に立ち現れているから問題が大きくなるイコール自分が立派になっているんだっていうふうに励まして、そうやって辛いんですけどこの辛さを抜けたらきっとそれは自慢話になるだろうからって思ってずっとやってきているので、そういう意味で結果辛いってことが実はあまりないなっていうのが現状かもしれないです。だからなんかどっかで楽しもうとしてますねその状況を。でかつこの辛いのはきっと世の中の人がみんな直面すると辛いはずだからその時に差が出るからこそ自分がどう乗り越えたらいいのかなって勝手にこう比較対象を作って、乗り越える自分作りに励んでます、ね、だからそういう意味では辛くないと思います。それってやっぱり単純さんは無敵だと思いますか。そういう考え方ができるとやっぱ無敵に、あとはでもまあ周りにすぐ話すんですよね。なんかそういう話せる人がいるから助かることがありますよね。一人で抱えない癖があります。いつも感想を最後に言うことにしてるんですけど、なんか掘るってことだなって今日なんか健さんの話聞いてて深掘り癖がついてるんだなと思って、なんか掘るっていうのはみんなするんですけどあれもいいなって掘ってみるこれもいいなって掘るんですけど、なんかより深く掘る癖がついてる方だなと思って、
みんな同じように掘ってるんですけど、でも深掘りする癖が一回つくと、例えば本を深掘りしてるわけじゃないですか最初に。でもそれがお酒になっても、本で深掘りしたことによって得た経験がきっとお酒でも深掘りすれば出てくるっていうことが多分インプットされてるから、ちゃんと深掘りっていう癖が自分の中にこうデフォルトとしてこう組み込めるように立場の見地が出来上がってるっていうのが、だから多分何やっても深掘りできるから、きっとそれは他のこととつなげることができるようになるんじゃないかなって今日なんか話を聞いてて思って、やっぱりなんかやってるとこれ以外も興味あるしとか、どんどんこうまさに検索なんかも A を調べてたつもりなのに、なんかうっかり違うこともどんどん調べちゃうので、結局深掘りできてないじゃないですか。だからその深掘り癖っていうのをどうつけていくのかっていうのがかなり大事なことだ。今の時代において逆に情報がすぐ手に入るからこそ分かったつもりになるけど、それをより深く掘るっていうことをなんかやらないといけないなっていうふうに聞いてて思いました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ケンチさんからこう皆さんに何かあのお知らせやメッセージや、はい、今日のことなどあれば。今あのタミーさんに言っていただけたことはすごい、でも僕も共感できることで、まあ今おっしゃってた検索、携帯持ってる誰でもできるじゃないですか、携帯と指で打てれば。なのでみんなが持ってる情報って実はそんなに大事じゃないのかなとちょっと思うんで、その情報に踊らされずに、もちろん調べることはいいんですけど、いかにそこで自分に身のある自分の身になってることがどんだけ増えるかどうかっていうのが、多分自分がこう生き抜いていくためのなんか武器になるかなと思いますし、なんか僕ももともとあれなんですよ、そんなにあの巻きっぽいタイプなんで、すごい没頭するとかそんなこともなかったんですけど、やっぱこう芸能界とかに入っていろんなこうすごい人っていうと、あ、自分もなんか全然ダメな普通の人だなって思うようになったんで、この中で立ち打ちできるようになるのは、なんか自分も特技なのか、突出したものを身につけなきゃいかんなんてすごい全然感じるようになって、それからですね、ちょっとずつ、もうちょっといったらなんかあるか、もうちょっとなんかあるか、この繰り返しって、だんだん今の自分の経験がいいかもしれないですね。ちゃんと足を運ばれてますもんね、そこに。そう、そこはなんか昔からね、行動の方が好きだと考えてる。とりあえずまず行った方がいいな。でその例えば日本酒だったら日本酒机だけで勉強するじゃなくて、実際に作ってる人に会いに行った方が多分早いじゃないですか、うん、そういうこの効率は意識します、うんうんうん、まあ、建築知りたかったら管理者に行けば一番早いですし、はい、でもそれも多分いろんな自然の人脈とか、あのそれまで出てきたものでここで出会いができたわけなので、まあ全部自分の責任で自分の歴史でこういうのになってるなと思うので、もっともっと頑張られていかなと思います。よろしいですかね。はい、はい、じゃあ、あのこういうなかなか、特設なやり方だったので、あの皆さんにご迷惑をおかけした部分もあるかと思いますが、今日、100回目の記念に、ゲストは、立花健さんでした。どうもありがとうございました。